どうも高井です。9割の人が不幸になるたった一つのシンプルな要素、以前こちらの本アウトプットしたんですけど、作った動画の視聴時間が10秒から20秒、最初のたった一言で終わってるんですね。でこれややばいと、一番見てほしいやっちゃいけない部分と、こうすればうまくいくよって部分を見られていないということで、改めて一番やばいよっていう部分について話します。与えるものが豊かになり、奪うものが不幸になっていくって話ではあるんだけど、奪うっていう意味は求めるっていうよりかはもっと自悪なもんじゃん。その奪うっていうのはどういうものなのかな。会社の教育担当者の人がたった一回教えただけで、よしこれでお前もうできるようになったな、もうミスんじゃねえぞっていう感じで、で一回ミスったら、あの時なんで教えてやった通りにできなかったみたいなことを置いて叱りつける。人って一回じゃなかなか覚えられないよね。そういう話だとかね、家庭の教育において、親は子供を叱りつけて勉強しろって怒鳴りつけてこもらせてやらせるんだけど、漢字の親は枕かな、腕枕を作ってこう親でボーってテレビを見てる、はーって口ばっか開けてるような感じで、あーはーはーと笑うな。そんなやつに魅力ないじゃん。相手に求めすぎる、相手から奪いすぎる、それだけであなたの魅力がなくなるし不幸になっていく。でも9割どころか 99% の人はそれをやっちゃうんですよ。それやっちゃいけない方だからこそ、こういう本はまあ値段は定価9800円だよ。だけどあなた自身が9800円の価値をこの本に見出すかどうかは私は分からない。それでしかも前作った動画10秒か20秒って短いから、こういう部分だけは気をつけておいてねってことで作ってます。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。